皆さんこんにちは、投資レッスルスリーライブよっちゃんです。今日は6月3日今15時2分 YouTube 録画しております。いつも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。では今日はね、仮想通貨の、時価総額上位100ですね、こちら行ってみたいと思います。はい、ではちょっと順番に、今日はあと私のおすすめの、仮想通貨の方もね、ちょっと1点お伝えしていこうかなと思っております。時価総額上位100に行く前に、コインポストの記事で3つちょっとご紹介していこうかなと思います。はい、著名投資家ピーター・ブランドは、慎重な見立て、ビットコイン小幅続伸も様子見基調ということですね。まあ、今様子見の方多いかなというところでね、やっぱり大幅な下落があり警戒感も強いかなというところで、こういう投資家の方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思われます。それから Google、仮想通貨広告でポジティブな新方式を発表ということですね。それからカルダノ、ネルパス、ブロックチェーンの相互運用性を実現へといったニュースが出ています。以上、コインポストの方からご紹介させていただきました。はい、では早速ですね、時価総額上位100、どんどん行きたいと思います。最後に一つ私のおすすめの銘柄をね、お伝えしていこうかなと思います。おすすめのコインですね。株じゃないという感じですね。はい、今日の仮想通貨市場ですね、おおむね堅調といったところで、またちょっとね、上げ幅広げてきたのかなと思います。今日、そうです、ベーシックアテンショントークとかね、バイナンスコイン、このあたりが結構買われていたようなイメージを持っています。まず、ビットコインですね、ビットコイン 5% だからですね、425万ぐらいですかね、このような形で推移しております。続きまして、イーサリアム、こちらの方が 6% だから308,000。イーサリアム上がってきたなっていう感じはありますね。30万、一旦足踏み状態かと思ったんですけども、また30万回復して、もうそろそろ31万円かというところなんで、これは非常にいいニュースじゃないかなと思います。はい、それから3位ですね。3位に、バイナンスコイン復活ということ。これはね、のろしが上がったのかとも言えないこともないと思います。バイナンスコインがね、一時期テザーとカルダナエダにもね、抜かれていたんですけども、まあやはりね、バイナンスコインはこの位置が似合うなっていうふうには私は捉えてますね。はい。4位がテザーですね。こちら5位がカルダナエダ。6位にドージコイン。ドージコインも47円、15% 高ということで、これもしっかりした動きですね。リップルは 3% 高。ちょっとリップルはね、重いですね。それからどんどん行きまして、そうですね。ビチェーンも 6% 高ですね。モネロが 11% 高。クサマが 21%。これしっかりですね。アイオータも 15% 高です。シバイヌも上がってますね。13% 高。パンケーキも 12% 高でしっかりです。その他、ちょっと待ってくださいね。まあ、大体 10% 前後の上昇になってきましたね。先ほど 5% ぐらいの上昇だったんですけども、かなり上がってきたなっていう印象がありますね。まあ、今日は株式の方もね、強い銘柄ありましたので、かなり、資金がね、株式にも戻ってきてるなっていうところもありますし、仮想通貨の方にもね、少し、資金の方が流れてきてるなっていうところが垣間見えた一日だったかなと思います。はい、まあそうですね、10% 前後のものが多いですね。オントロジーも 10% 高ですね。ベーカリートークンが 6%、7% 高ですね。OKB すごいですね、26% 高。こちらしっかりですね。はい、こんな感じです。はい、では最後に私のおすすめのね、仮想通貨ちょっと1点今日お伝えしていこうと思います。はい、最近皆さんが忘れてる仮想通貨になりますね。誰もあんまり言ってないっていうね。もうちょっと上がっちゃってますね。さすが皆さんも考えることは一緒かもしれません。こちらシンボルですね。もうシンボルの話題はどこ行っちゃったのっていう感じなんですけども、今 25.7 円。今日 15% だからですね。ちょっとさっき見たより上がっちゃったなって感じなんですけども、ちょっと私のやはり予想を裏付けてるかもしれないです。チャートを見るとね、もう右肩下がりがずっと下がっていたんです。ちょっとここがね、反転してきたようにも見えるんですね。ですので、シンボル面白いんじゃないかなっていう判断に至ってます。それからね、ネムが今、いくらぐらいでしたっけ、ネムがね。日本円で言うと20円ぐらいだったと思うんですけども。まあ、ネムが20円だったら、性能がいいシンボルがね、もう少し高いっていうのは、まあちょっと考えに及ばないというか、
及ばないというか、まあ、当たり前という感じはするんですけども、まあ、ネマと比較した上でね、どんだけの価格かっていうところがポイントかなと思うんですけども、まあ、ネムとね、10円ぐらいしか、まあ、ほぼ5円ぐらいか、5、6円しか変わらないというところを見ると、まあ、性能がグレードアップしたネムに、ネムよりね、シンボルの方が当然高いっていうのは、これは当たり前だと思うんですけども、そこから比較しても、もしかするとね、シンボルの方が価値が高いんじゃないかなっていう判断をしています。それからチャートを見てもですね、やはりかなり、ちょっとこう、反転してきたようにも見えますし、まあ、上もそんなにもうね、ないんですよね。まあ、新しい仮想通貨ですから、当然チャートがないんですけども、ここがまあ、一応トップですよね。まあ、ここを上抜けちゃったらもう結構上まで行くんじゃないかなということなので、まあ、例えば今25円ですけども、これが 0.9 円ぐらいまで、ここが 0.9 円なんですけども、ここぐらいまで行ってもね、不思議じゃない。まあ、短期的には難しいかもしれないですけども、まあ、ですので3倍ぐらいにはなるんじゃないかなっていうところですね。まあ、少なからず 0.3 のね、この30円というところは超えて、なんかピュッと超えてきそうな感じなんで、まあ、短期で30円ぐらいまでちょっとね、値幅そんなないですけども、まあ、しっかりそこまで取っても悪くはないんじゃないかなと思いますので、まあ、手堅いような気もしますし、まあ、上も結構狙えるのかなというところで、まあ、今回誰もね、シンボルのお話をしてないので、あえてシンボルをね、ちょっと狙ってみてもいいんじゃないかなっていうお話をさせていただきました。まあ、投資は自己責任になりますので、まあ、その辺はね、よく注意してシンボルを調べてから買った方がいいと思います。まあ、他にも仮想通貨がいっぱいありますので、まあ、私はたまたま今回シンボルをね、お勧めしたんですけど、まだまだ他にもね、たくさんいい仮想通貨ありますので、まあ、自分のポートフォリオのね、少し一部に加えるっていうぐらいでいいと思います。これシンボルがね、もうメインで、全部組み込まれているっていうとちょっとやっぱり不安な点も出てくるかと思うので、まあ余剰資金でね、まあ買うのないかなって言った時にちょっとシンボルを買うっていうのは戦略として悪くはないかなと思いました。まず新しいっていうのと、まあ、上値もそんなに重くなさそうですね。一旦火がついたり何か材料が出ればシンボルっていうのは日本にもね結構もちろん知られてますし、まあ、これからね上がってくる仮想通貨としては可能性はゼロじゃないと思いますね。まあ新しい仮想通貨なんで未知な魅力がいっぱいだと思います。まあその辺をね、踏まえた上でシンボルっていうのは、まあ日本にも上場してくると思うんですよね。やっぱ人気があるというところもありますし、まあ、馴染み深いネムのね、まあネム保有してた人がまあ付与された仮想通貨ということで、まあ何かしらこう馴染み深いというところも評価されて、あと性能としてもね、まあシンボルの方がやっぱり処理スピードが速いとか、いろいろアップグレードしたものだっていう認識はあると思いますので、こちら上場してもおかしくないんじゃないかなと思います。まあ上場すれば価格も当然上がりますので、先ほど言った 0.3、まあ例えば 0.6 ですね。次 0.6 がこのあたりなんで、ここぐらいまではね、ここぐらいですね。このちょうどトップのところが 0.7 ぐらいですから、まあ 0.6 ぐらいまではあるんじゃないかなと思います。まあ 0.3 超えてからですけどね、そこを超えたら、まあ、こう、ヒューッと上がっていけば 0.6 がそんな遠くないですから、まあ、この辺ぐらい60円ぐらいまで十分上がっていく可能性はあるんじゃないかなと思います。まあ、ネムが一時ね、200円ぐらいまで行きましたので、最高値で行くと200、まあ、20ドルぐらい行ってもおかしくはないかなというふうにも捉えられないことはないですし、まあ、ネムで言うと直近で言えば80円ぐらいとかね、そのぐらいまでは、シンボルだったら上がる可能性はゼロじゃないかなと思います。まあ、ただその辺はよく調べてからですね、買っていただいた方がいいと思いますし、まあ、調べるのはただですからね、購入するのはやはり、ね、資金、大切なお金がかかりますので、それは本当くれぐれもね、絶対シンボルならもう負けても悔いはないっていうぐらいの決意が固まったら、トレードすることをお勧めします。ということで今回はシンボル、皆さんが忘れた頃にね、上がってくる可能性があるかなと思いまして、誰も最近もう忘れちゃったのかなっていうぐらいね、全然人気もないですし、まあ人気がないってことはないけど話題になってないっていうところなんで、この辺チャンスかなと思いましたので、チャート的にもなんかこう反転してきて、いいんじゃないかなっていうところもありましたので、今回ちょっとね、シンボルの方をお勧めさせていただきました。ということで今回のね、動画は以上となります。もし、よろしければ、ぜひ高評価とかチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。